結城春友は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、戦国大名、下佐結城氏十七代当主、下佐国有城主、天文三年八月十一日、小山高朝の三男として誕生。元服に最子四大古学坊、足利春氏の変記を受けて春友と名乗る。工次二年、小田氏との海老島合戦に参加し小田城を攻める。 A62 年8月に、叔父、結城正勝が死去すると、着難、明朝がすでに没していたために、結城家の家督を継承する。この時、春友は、養父、正勝に迫られて、実父、小山公朝との、親子のよしみを切るという起承文を作成して、小学坊の死者である随分宗教に提出したと、されている。A63 年、 佐竹氏や下野宇都宮氏、小田氏が協力し大軍で攻めてきたが、春友はこれを有機城にこもって撃退し、和議を結んだ。同年に、佐竹氏の要請で、越後国の長尾景虎が関東官邸、上杉の政を報じて遠征するが、春友はおじ、正勝の路線を引き継ぎ、小学坊の足利義氏及び後北上氏に加担する。 影虎が関東管連に就任すると反法状に転じる。元気元年、小田領へ攻め入り、平塚源の戦いで、小田氏治と激突している。正勝の路線を継承して、結城市の最高拡大を意図する以上、結城市と同様に、北条氏と上杉氏との間で生き残りを模索する、実家の高山氏との対立は、避けることはできず、ジップ。 小山高朝ともたびたび交戦した。天正元年に校長が死去した際にも、敵である結城氏の当主として駆けつけることができない、事情を結城氏の菩提寺で高朝とも信仰があった、のりこく寺の住職に伝えて、代わりに将校に行かせている。天正四年、兄、小山秀綱が、北条宇治に降伏すると、翌天正四年に、御北条氏に攻め込まれた。この時、 死子のない春友は、同年十二月に、宇都宮広綱の次男、朝勝を養子として迎え、自身の妹を佐竹義重の三家である、江戸重道につがせる。さらには、那須助種が娘を佐竹義重の着男、徳島丸につがせるなど、婚姻関係を通じて、周辺領主と連合することで、北条氏の攻撃をしのいでいる。後には、豊臣秀吉に従い、 天正18年には、小田原征伐に参陣して、所領を安堵された。春友は秀吉に侵入した頃より秀吉との結びつきを求めて、水谷勝利を通じて、養子縁組を願い出ており、秀吉が養子としていた、徳川家康の次男、秀康に、養女、鶴子を嫁がせて、養子氏として迎え、秀康に家督を譲ると隠居する。ただし、 一村孝夫の研究によれば、この時の春友はすでに隠居して一度朝勝ちに家督を譲っていたと考えられ、実際に天正15年始めから天正18年4月まで、有城氏の治療、癌と受領名に関する文書に春友の顔が確認できないとされている。天正18年5月に春友が法上方についた小山秀綱の小山城と江ノ本城を奪い、 朝勝が、実刑、宇都宮国綱と共に秀吉の下に参、陣しているため、この時期には春友が、有吉党首に一時的に復帰して、朝勝は、実家の宇都宮家に戻っている。関ヶ原の戦いの後、秀康が、慶長9年に、越前国へ天保となると、春友もこれに従う。ところが、この頃より秀康及びその周辺で、 徳川氏への復帰が図られるようになり、慶長12年に、秀康が死去すると、後を継いだ、秀康の着難、ただなおは、松平政を称するようになる。実父や養子との縁を切ってまで守り抜こうとしていた、鎌倉時代以来の勇気の所領と加盟が、あっさりと捨てられる事態に春友は衝撃を受け、徳川家康に懇願して、秀康の逸を、直樹を養育し、 勇気家を継承せしめた。また、給料勇気への帰還を願いながら、一族の家系図、過去帳、家電などを編纂して、勇気にある勇気氏ゆかりの実写などに収めるようになる。慶長19年7月20日に、越前北野省または中区城にて死去。去年80、領地は直樹が相続した。春友の死をもって、勇気氏の血脈は断絶したが、 有機市の祭祀はなお岸村の歴代の前橋松平家が継承した終焉の地とも伝わる中区城跡は JR 水戸線によって真っ二つに横断されており当面にはそれとわからないありがとうございます